こんばんは。そう、もこもこ。もこです。やっほー。今日外はね、なんか、毎日帰っとんやけど、の、なんか、内外、内、ちょっとこっちにして、外にして、耳にかけてみた、感じ、にしてみた。最近そう何がいろいろ試しています。試しておる。誕生日おめでとうございます。翔一さん。いい。よいしょ。おめおめ。そう、メール、なんかほんと最近メールばっか送ってますね。めっちゃ送ってるわ。しかも今日なんか、振り返りとかしだしたから。これ何通でも送れるなと思ったけど。
さすがにやめた。これ何通分 何通分くれるぞって。ラボもあったしね。ラボさ、なんか、めっちゃ笑ったわ。ラボめっちゃ笑いました。なんか、後半の自分が、なんか眠かったん。眠かったんだろうね。なんか眠かったんかわかんけど。パワーを使い果たしたんかわからんけど。なんか後ろで。リアクションしてる自分が、ほぼなんか、変顔じゃないけど、なんか、そんな感じだったんだ。いや、そう。やめてほしかった、本当に。もっとカメラのことを気にしてほしかった。これ絶対なんか、もう、パワー使い果たして、どうにかこうにか。顔だけで乗り切ってる感。なんかもう声とかも全然出なくなってるし。なんだったんだ。あんま覚えてないけど、そう、多分ちょっと疲れてたかもしれん。わからん。それに笑ってた。リネタも面白かったし、そう、面白かったけど、なんか、エネルギー切れの、高を、上がる。そう、差はね。差は 差はやめてほしいわ。もうね。そうなの。調子が。どうね。多分なんか、理由があるはずなんだけど。なんかあったのかな なんかあったのかなっていうか。
でもなんか SDU ラボのメンバー5人の撮影好きなんで嬉しかった。ラボメン。めちゃくちゃいい、そう、バランスっていうか、めっちゃいいのに。かけることは許されないよ。まだまだ5人でやっていきたいんだけど。どうなんだろう？ 4 人になるってことかな？追加メンバーってこと？ 追加になるのかパチャン入ったら、ソラハさんとパチャン、二人だけの世界と、二人と三人になっちゃう。噂の？誰？それか、メチェさん、キャプテンだから、新キャプテンとか？あ、確かに1期生さん、そうだね。バランス、そうだね。1期生さん。さよなら。新キャプテンか。あ、確かにゲームを。そうだね。未知のゲーム中は、どうなっちゃう？ミチュさん的オアシスのようなメンバー オアシスのようなメンバー。のゲームが好きなメンバー リア充 リア充。もう確かにサンキちゃんもいいよね。もはや。それかも。いや、どうも。5人じゃないかもしれんしね。それかもはや、ゲームは、ミキュさんの特許になって、もう全然違う企画、そのメンバーのになるか。そうそう。かもしれん。
なんか分からんけど、5人がなんで集められたかみたいなので、なんか噂によると、ちょっとやそっとのことじゃ、へこたれない、みたいな。メンバー みたいな、聞いたことがあって。いや、わからんけど。からんけど、そういうメンバーが選ばれたみたいな。そういうメンバーよ。そうそうそう。タフメンバー。でも、鞘五郎めちゃくちゃいいけどね。みんなの企画の中でも。鞘五郎別に、強メンタルじゃなくても、癒しの 感じだから。よかったけど。でも、鞘五郎も、いつかは、今んとこまだだけど、いつかはさ、過酷系もありえるか。だって一回だって、登山用の靴を用意してくださいみたいな、あったんですよ。え？山を登る。山を登る。でもなんかなくなった。そうそうそう。私、多分、わかんないけど、コメントで、癒しを求めてる方がやっぱ多いから、それもあるかもしれん。さやごろには、ただただ、動物とね、癒し系っていうのがやっぱり前提だからさ。そうなんです。確かに。ね。羊がいっぱいいる場所とか行きたいけどね。牧場とか。なんかさ、餌やりとかしたいんだよね。もう。基本的な感じかもしれん。餌やりしたい。だったらさ、動物のさ、普段食べてるものとかさ、わかるじゃん。よくない？癒しの言葉ください。癒しの言葉。森林。森林
ちっちゃいワンコ。ちっちゃいワンコが、お昼寝。どう？癒された。癒されたでしょ。あれ。あ、そうだ、そうだ。今日から、ちょっとスタイルを変えて、2024。過ごしていこうかと思います。甘い癒しのコメントは、そうだね。お話し会でよく言ってるかな。今、お話し会受付中だからね。そうそうそう。いや、言ってると思いますけどね。なんかね、そう、最終受付のとこもあるんで、最短のところはやっぱり。押さえておくのが、基地ですね。そう、SNS 系も、やっていこうと思います。よろしくお願いします。格言。復活しました。格言復活。で、でも、あんまり、みんな、どうなんだろうって、思ってたら、意外と、待ってましたって方、いて。びっくり。アサーヤンは休止中です。アサーヤン休止中。なんかね、私のこう、そう解釈なんですけど、こう、パッて見て、
わかりやすくしたくて。SNS ってこう人によって全然違うじゃないですか。色が違うというか。で、気になるって思って、パッて、見たときに、まず先に、こう、メディアを 見ると思うんですね。この子、どういう画像の投稿してるのかなって。で、その時に、画像だけ見て、どういうことをしてるかっていうのを、わかりやすくしたかった。で、メディアを見て、あ、この子はこういう活動をしてるんだとか、こういう投稿してるんだって知って、で、なんか、普通の投稿も見て、なんか毎日、格ゲーの投稿してるんだなって。なんか気になるぞ、みたいな風に、思って、興味を持ってもらえたらなーって。思いました。だから、なんかなんだろうね、こう、この、今日はこういうライブがありましたとかさ、こういうことがありましたっていうのは、画像を見れば、わかる。こういう、乗りますとか、わかった。で、文字だけでは、なんか毎日何かやってることは。したいんですよね。何かしたいっていうのがあるんで、そこは、文で、見てもらって、お知らせとかもね、文で、文字でしていこうかな、みたいな、ふうに、思っていますね。結構考えました。一週間ぐらい考えて、決めました。で、そう、なんかで気になって、名前で検索とかして、アカウント見つけて、で、やっぱ最初にね、そう、やっぱメディア見るんだよね。
そう、画像を見るんですよ。まあ、そんな感じですね。使い分けたい。まあ、毎日おはようと画像っていうのも続けてきたけど。おみくじは、あれは、あの格言、言葉の、は、おみくじのこと、っていうことです。おみくじは、結果より、中身だから。そうなんですよ。おみくじはって書くか迷って、でもおみくじはってなんか限定するのもなって思って、ハッシュタグにした。そう。一応ね、ちゃんとね、考えてるんですよ。一応ね。めっちゃ考え、ずっと考えてんだよ。先のことを考えなければ。なんか意味を持ちたいんだよね。何事も。そうなんですよ。行動に影響してる。
なんか返信見てたら、身に染みてる方とかいるもん。そうやん、そうだよね。おーってなる。誕生日、おー、やすおりんぽすさん。おめでとう。お話か受付中ですよ。メールの内容が深い。深いですか？深い。そうだね、オンライン話し会。ね、週末、もうすぐですよね。もうすぐでーす。そうそう、年明け初。メールいっぱい送ってる。そうなんですよ。寒い。寒かったけど、私今日結構体調も良くなくて、ほぼ半分、ぼ半分なんかダウンしてたけど、まあなんとかかんとか。そう。今日なんか、そう、天ぷらも食べ行ったんだけど、あんま食べれなかったし。天ぷら食べとる。なんか真ん中らへんで、ぐでってなって。ぐでさーやん。そうそう。薬飲んで、なんとかかんとか
でも今日薬の効き目がさ、なんかちょっと遅かったんだよね。いつも30分ぐらいで効くんだけど、1時間ぐらいかかった気がする。しかも今日私のね、洋服をさ、選んでくれる日だったけど、結局ね、途中で帰ろうかなと思ったけど、でも特に、ピンとくるものもなく 何も買わずに帰った。でもそう、帰る頃には効いてきて、もうだいぶ治って、治ったっていうか、効いてきたから。夜ご飯はめっちゃ食べた。今ね、そう、薬効いたらね、全然大丈夫なんです。でも、効き目が、早いとき、遅いとき。そう。やっぱ私的にはずっと韓国が 韓国のこと頭にあって、そうなんですよ。まあ洋服とかね。どうしようって。マフラー買おうかなみたいな。マフラー買おうかな。寒そう。今日、いい感じのね、マフラーを見つけたんですよ。なんかピンクの欲しくて。今日はアウター探したけどなかったんですよ。白の、そう、コートにピンクのマフラーを合わせたかったんですよ。理想。理想は、かわいいでしょ。モケモケのピンクのマフラーを、たぶんで、今日夜ご飯食べた後に見つけてカートに入れたんですよ。カートに入れたけど、なんか、口コミみたいなのがあって、4件ぐらいあって。ここ4件くらいあると思って。ポチって押したら。すぐ洋服に気がつきますみたいな。最初の方は危険ですみたいな書いてあって。あ、なるほどねーって。だいぶモキモキやなって。
で、お母やんに言って、これってさ、ムキムキやと思うって。あんまり、こう、ムキムキじゃないのもあるよって。そん、マフラー、ムキムキじゃないマフラーある。ってなって、一旦ちょっと保留にしてる。そうだよね。多分、だいぶ、空気に舞う系の、やつなのかなと思ってさ。可愛かったけどね。やっぱ、画像じゃわかんないな。だけん、ムキムキじゃない、やつ。なんかムキムキ、なんだろうね。なんか、服につくし、結構空気中に舞って、そうね、鼻とか、目とかに入ったとき、大変だもんね。目に入ったときが一番危険。時々さ、そう、まつげに乗ったりするよね。なんか視界が、喋りながら、確かに、口の中に入ったり。そうなん。予想はできる。こういう感じねって。だからまあ、踏みとどりました。いっぱいつくもんね。つきやすいコートもあるしね、しかも。つきやすいコートと、つきやすいマフラー、の時は、すごいよね。やばいぞ。そうなんよね。洋服にもいろいろあるんだね。まあ、コロコロすればいいけど。確かに。なんかこう、コートも、ウールの、コート。おわ。バタのダウン。どっちがあったかいかっていう。やっぱダウン。ウール。カシミ。カシミヤ。カシミヤ、そんなにあったかい。あ、
ヒートテックはね、今日ゲットしました。もう、なんか、ヒートテックインナーの中で一番あったかいって書いてあったやつ。これやって。これやって。わからんけど、名前は、極なのか、超極なのかわからんけど、とりあえず、ヒートテックインナーの中で、一番暖かいって書いてあった。強っと思って。じゃあ、もう安心していいか。耳当て欲しいね。耳当て可愛いよね。でもさ、耳当てしとるときさ、人と話せるんかな？ 聞こえる？聞こえるし、聞こえなかったっていう体もできるんか。耳当てしてるから聞こえてないんだね。ああ、ヘッドホン。耳さ大事よね。そうなんよ。耳ってさ、だいぶ弱いよね。人間の耳って。でも、自分で守らんと、守られてないもんね。ね。洋服とかないもん。耳の洋服ないもん。そう、なんか耳当てってかわいい。しかも。耳が痛くなって頭が痛くなる。ああ、帽子。ね。あるよね、帽子。なんか、持っとるわ。確か。ああ、ニット帽ね。ニット帽かわいいよね。どニット帽。北の国からみたいな帽子。どんなやつがね。そう、ニット帽はね。ベレー帽は持っとるけど。
私似合うかな。似合うか問題。確かになんか、なんだろう、寒い地域にいる方ってなんかニット帽してるイメージあるんだけど、あれ撮影だけ？ 本当、現実も。撮影の時、冬の雪の撮影の時、なんか、ニット帽可愛くない？あ、使ってる。だって可愛いじゃん。だよね。可愛いもんな。でもなんかわかんないけどさ。その寒い地域で、雪が降ってる地域の、JK とかって、なんだろう。もう寒さに慣れてるのかな。結構、ミニスカートとか、ミニスカートに、靴とか。寒そう。ってなる。れは慣れなのかな。いや、可愛いよね。可愛いと。けど、寒そうって。レッグウォーマーしとったら、太ももはいいのかな？いや、太もも寒いよね。でも、そう、私の友達に、足に 足に寒さを感じない子がいたの。そういう子もいるそうね。いや、そう。そういう子もおるん。足に寒さ感じない。私はね、めっちゃ。私はありえないぐらいの 分厚いデニールを履いてたんですけど。福岡で。福岡で履いてたんですけど。どういうこと？三重デニールとかめちゃくちゃ薄いよ。いや、ほんとに。だから、もう、気づいたら、足首に、溜まってる系の、めっちゃ分厚いデニール。じゃないと無理だよ、みたいな。できるだけ布を、みたいな。買ってたもん。靴下屋さんで一番分厚い。タイツ。一番分厚いのください、みたいな。このお店で、みたいな。いや、絶対領域とか、なし。そんなんだし。へへへ。あ、そうそう、しかも裏起毛。
しかも。いや、ほんとよ。じゃないと、乗り切れんや。それが正常だと思う。本当？それが、だよね。だから逆に福岡やと、寒さ？慣れてないんかな。慣れてる地域で、過ごしてきた方は、慣れる。慣れとかあるか分からんけど。やっぱ寒いと元気出ないじゃないですか。地味に熱っぽさとかあるし。今日なんかダウンのズボンみたいな、ありました。ダウンのズボンあるんだみたいな。そう、もうすごい いや、ちょっと今回は見送ったんですけど、チェックはしました。いろんなのがあるんだね。そう。お店あったかいか。雪とか降るんかな。全然わからん。
しかもそうだ、私昨日寝不足だったんですよね。それもあるわ。なんとも言えない気持ちになって寝た。でも続きがすごい気になって。漫画。もう見らんとく。めっちゃドロドロ。なんかおすすめにあったね。おすすめにあったけん。なんこれと思って。見たろ。なにこれ怖い。でもつかめなくて。なんとも言えない気持ちで なんかほんとぼーっとして。で、ちょっとなんかさ。ちょっとどんよりして。何してるんだろうみたな。何してるんだ。でも、いつの間にか寝てた。気づいたら。夜ってやっぱさ、夜、いや、夜ってやっぱ、そうね、昼に読むか夜に読むかで、変わってくるからね。そう、夜はね、危険。ね。いや、そうなんや。メンタルがね。そう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 。あれよ。
最初寝るときに、最初寒いやん。で、そう。寒いけん、体温が上がるまで見とこ、なんか見ようと思って。それが始まりや。もういらんことせんで。寝よ。ほんと、足先が冷たいの。布団入った瞬間、毎回、足先が冷たくて。その足先 が肝心よ。でもそうよね。その足先が温まったくらいが、多分寝る準備に入っているのであろう。でしょ。そうだけん、今日メール送って思ったんですけど、なんか、送ってない画像とかももしかして結構あるんじゃないか説あって。ぼちぼちの文字送るかもしれん。なんかやっと、そう、去年の分は今見たら結構新鮮な気持ちで 見れるし、ちょうどその頃そう、いろいろこスケジュールが手込んでて、遅れてないのとかもあるんだろうなーって。じゃあ、してみますね。と、ロックオンさん、コッペさん、やすおりんぽすさん、バリーさん、青い鳥さん、ナナウさん、ディーさん、マイセンさん、台湾のコウさん、犬ちゃん、神戸のヒッキーさん、セイヤンさん、オーサムさん、ルーカスさん、ミカニャンさん、菩薩半跏像さん、猫のおかずさん、フジポンさん、舘様、キツネさん、YDO さん、ユイゾウさん、シゲッキーさん、メガバイトちゃん、マナベイさん、ストンコさん、キムコさん、ハチチさん、ヨウさん、イナッチさん、赤い彗星のペンさん、ラクラクさん、エビスさん、ミッドナイトシガーさん、ありがとうございました。ねえ。うむ。
おやすみです。ございます。あ、別に携帯見てないですよ。携帯見てないです。机見てました。全然机見てました。すいません。何もないとこを見るのって、変。変じゃない。別に幽霊が見えてるわけじゃないんだけど、見えてるみたいになってる時はある。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。バイバーイ。